おはようございます西田渡ですえ12月8日ですね火曜日っていうところで今日も天気いいですね非常に天気が良くの朝っていう感じですねまあちょっと寒いかなって感じはありますがまあ、12月なんでねえっ、ー、とねいろいろツイッターとか見てても皆様バタバタしますっていうところでね多くの方がおっしゃっているかなと思います同じくね僕も明日なんですよね12月9日に こちらね今、えっと、私は出してます、この写真集、カラーオブ東京っていうね、この写真集の大規模な、ね、個展をやっておりました。えー、10月と11月ですかね。 にえー、キャノンギャラリー銀座と大阪でやっていたんですがその時に展示していた写真作品ですとかその他ね販売していた物品等がね戻ってくるとそれとか備品とかねそういったところがそういったものがドカッと戻ってくるのでえっ、ー、とおそらく次明日明後日と明後日とかのこういった放送する時後ろにめちゃくちゃ荷物があるような状態になっていそうな予感っていうところでねえっ、ー、とちょっとドキドキしてますまあうまく差配してその後 写真たちをどうするかっていうところでね後ろもねなんで開けてるんですよ後ろに作品飾っていこうかなと思って作品飾るプラス販売もしようかなと思っておりますあの会場に来た方のみにね作品を販売していたんですがあそこに壁にかかってるいつもはねあのカラブ香港のね JPS 店に入選していた作品を販売していたんですけれども今度はカラブ東京のね写真をあのけ展示してそれをご覧いただいて 僕の EC サイトの方でも販売しますから、もしね、気になる方がいらっしゃったら、あそこに飾ってある作品が購入できると、そういった感じに今後してみようかなと思ってまして、あそこを、えー、販売するギャラリーにしてみようかっていうね、趣旨でね、やってみようかなというふうに思っております。まず最初はね、えーと、このタイトルのやつ、こちらですね、このカラブ東京のタイトルになっている、この写真をね、 えーっと、飾って販売してみようかなとかね。いろいろ考えてはいますが、まあ2作品ぐらいかかってるといいですよね。何かそういったイメージで。で、僕の EC サイトと連動してみたいな形でやれればいいのかなっていうふうに思ったりしております。はい。で、今日はね、この、えー、っとサブチャンネル、そしてこのカメラジオですよね。携帯で今、ど同時収録しています。こちらの収録と、今日はね、火曜日なので、熟成、西田塾の熟成動画ですね。のえー、っと 発信をしますというところなので今日はねえー、とスタジオ撮影における、えー、完全装備っていうところ白堀とかのスタジオですね白堀ハウススタジオとかでの、えー、完全装備っていうところで皆様にプロ志向の撮影準備とか、えー、用品ですねカメラ用品とかそういったところを皆様に解説していこうかなっていうふうにね思ったりしております。はい というところであとはそうです、ねまあ、要は、あとはこの辺の周辺のものたちですね、まあ、基本的に僕、そんなに物は多くないんですけれども、まあ、そういった中でも、一応ね、さらに減らせるところは減らそうという、もう本当に年末の大掃除じゃないですけど、断捨離も兼ねて、今日明日ぐらいでね、物を。 コンパクトにタイトに持っていければいいかなというふうに思ったりしておりますね。で、今日なんですけども、物を減らすと言いながらカメラバッグ買いましたというところで、えー、こちらの、ね、紹介しようかなと思っております。今まではね、もうね、処分しちゃったんですけれども、いつだっけな、昨日出た無料動画の方でね、解説しているんですが、えー、と以前はね、インケースの DSL、DSLR パックみたいなところをね、えー、4年間ぐらい使っていたんですが、もう廃盤っていうのと、もうボロボロ。 あのジップの部分とかの動きとかがちょっと、ね、スムーズじゃなくなってきてたりしたっていうところで、まあ、あとねここのジップの部分が切れたりしてたんですよねで別の場所と差し替えたりとかしながら騙し騙し使ってたってとこもあってもう中のデバイたもブよブよになって限界かなと思ったんで探してましたで新たにねこういった形で、えー、とシンクタンクですねバックストーリー1313 13ってやつなんですけれども。 ちょうどね、小型感がちょうどいい感じなんですよね。本当に。結構コンパクトで。その代わり、この横幅の厚みはあるので、ios R5、R6 系もきれいにちゃんと入るっていうところの厚みを確保されているっていうところと、あとはここの上ですね。上がガパッと開いて、大きく開いて、ここから取り出せるっていう。これだけでね、僕十分かなと。 えっとピークデザインはこの横が開くタイプで横からねこう抜け出せたりするんですけれどもこういった感じですかかねこここうういった感じでここからこう抜け出せますよっていうタイプなんですが僕はねむしろもう1回抜いちゃえばカメラ抜いちゃえばもうぶら下げでずっと撮影するタイプなのでどっちかというとそんな何回も出し入れ出し入れというタイプではないんですよね。 そういった意味でもこれが十分というところとあとはやっぱシンクタンクの合成感ですね僕別でエアポートアドバンテージプラスっていうローラータイプのバッグをシンクタンク使ってるんですがやはりね中のディバイターが相当優秀なんですよねこちらもそうなんですがえっ、ー、とここねここをご覧いただきたいんですが えっと、シンクタンク何がいいかというとこここがまずこの辺の合成が非常にいいんですよね。でこのサイドの部分このサイドの部分の作りもかなり分厚く作ってあって、えっと、ボディとかねカメラにあのなんていう,んだろうダメージが行きにくい構造になっていると。 なので、まあ、ちょっとね、まあ、この服はさすがに若干薄いかなというふうには感じはするんですが、この内側、この T 字のここ、この内側の部分に一番コアなものを入れて置きさえすれば、まあ、ほぼ問題ないかなと、で横からのダメージっそうそうないですかね、ここがガンと、横からガンと当たるっていうことは相当ないので、まあ、ここは多少、なんだろうな。 あの薄くても問題なし、動かなければね、ものって動かなければダメージ少ないですから、動いてガタガタってやると、そのガタガタで、えっ、ー、と、問題が出てくるというところ、あと、ジップもね、これ、YKK ジップですね、なので、結構、ごついタイプのジップ使ってるので、これ、多分相当長く使えるかなという感じですね、あの止水とかではないんですが、もうこのごついタイプのジップ、これ、一番安定感ありますね。 であとはこっちはね、13インチの MacBook 系が入るって感じです。そこまで全体には開かないんですけれども、こういった感じかな。はい。そこら辺が13インチの MacBook が入るのと、これともう一個開けば、ここに、ここには、えっ、ー、と、iPad とかかな。10.4インチの iPad 入りましたね。あとは、ちょっとしたカー,ドカード入れだったり、カード。まあ 名詞ぐらいが入るサイズとここにペンが入るっていうねもうペンに出てますね僕ねこのぐらいのシンプルな構造であとはここにズボッとね僕の場合はちょっと種類のちっちゃなこういったこういったねちょっとした三脚をこうズボッと入れておくとかそういった感じに運用しようかなと思ってますいずれにせよこれカラオブシリーズ先ほどご紹介したこちらですねこのカラオブシリーズの写真集とかをまた新たなねあのカラオブシリーズ撮ろうと思ってるんですが に行く際にまあ1週間でも2週間でも構わないんですがこれに入るぐらいの装備でね大体いろんなところをうろうろしようと思ってるわけですよ。でそれが昨日のメインチャンネルのご紹介した機材だったんですが R61 台に 2405RF2405 そして RF35 そして GR あとはプロフォトの C1 とかをちょっと入れてアルカスイスクプレートですよね。 こういったものを入れて、でカチャっとさっき紹介した、こういったものにね、つけられるようにしてたりとか、まあ、これは緊急避難的というか、なんていうんだろう、あのまあ、本当にちょっとね、あのライトが欲しいなっていうとぐらいにの装備として入れておくってい1等入れておくって感じですよね。 なのでまあ、あとは傘とかねもう反射とかうまく利用すれば多分光は回せると思うので特に入れないとにかくコンパクトにで光が欲しい時は自分が人工光は C1 プラスでいくっていうようなねこれが次世代の僕のストリートスナップのスタイルかなというふうに思ってトライしてみようかなと思ってますでで一応えっとプロフト C1 飛ばすためのエアリモートはねまだ大きいのしか持ってないのでそれが 調子がいい感じになるんであればプロフォットのコネクトかなあのちっちゃいね丸いようなタイプのものがあるのでそれを導入してもいいかなっていうふうに二段構えで考えているといずれにせよ GR そして R6 で R6 には RF2405 と,、えー、と RF35mm で今後出てくる RF の 50mmF1.8S t のですねさらに小型な単焦点その辺を入れて、まあ、RF35 と差し替えてとか になるかなないう,ふうなイメーのでねこの辺でだいたい撮影していくと、えっと、とりあえず撮っておいてあとでトリミングっていうこともありますから2000万画素でも十分にねトリミングには耐えられるかなと思ったりしておりますまあゆくゆくね、えっと、もしかしたら R5S とかで9000万画素っていうのが出てきて好感度体制が2万5600ぐらいまでは、えー、解像感問題なしで、えー、カラーノイズなしでいけるよとかってなって 機種が出てきてくれればそっちに差し替わるという可能性もありますが R5 はねいかんせん12,800くらいまでしか使えないのでまあ十分なんですけれどもねまあその中でね R6 で行く方が今は汎用性が高い無難かなというふうに思ってましてとあとは、えー、GR ですね GR が2,400万画素今回3がありますから GR3 ねまあ、この辺を全部入れつつ ほきみよくくね、いくっていうこれも本当に使えば使うほどいいカメラですね。本当に美しい。データの作りがもう本当にこなれててね。えー、DNG、ローデータ見てもね。わよくできているあの、えー、カメラだなと。あとはもう1個は Apple p r o r a w が今後ね、リリースされる iOS14.3 かな。で、リリースされるであろう i、えー、iPhone Pro Max。これもね、戦力に入れて撮っていくと。 まあこういった感じの3段構え、R6、GR3、えー、iPhone 12 Pro Max、これをカメラデバイスとしてね、僕はフル活用。そしてカメラバッグはね、このシンクタンクのね、バックストーリーの 13, 13ですね。これに入れて、えー、動いていこうかなっていうふうに思っておりますね。なので、えー、とこれの細かなね、入れましたとか中身とかっていうのは、昨日、 えとメインチャンネルの方で、ね、出しておりますのでそちらをチェックいただければ細かく、ね、ディテールも分かるかなと思っております。というところで皆様、ね、今日も健や,かにお健やかにお過ごしください。それではまた、西田新でした。どうも。